こんにちは、スプレーアートでのぐちゃんとベラちゃんで、今ね、フィリピンに来てて日本のお店を見つけたからちょっと探検したいと思います。ジャパンホームセンター、ジャパンホームセンターっていうのがフィリピンのショッピングモールで発見しました。ということで見てみましょう。こんな感じ、タラーン。おお、街のパクリじゃん。え、これやばくね。一度味わったらあなたは間違いなくもっと欲しがるでしょう。何悪いもん入ってんだよ。ヒントボックス見て。え、これはこれ保温弁当ってこと。まあ、こんな感じで、あ、まあ、どんぶりやん。もう多分ね、絶対これね、本当にね10円で見つかるけど、もういっか。もう昨日ぶられたタクシー代ぐらい。曲がったことは良くない。でもやっぱ100均のお茶碗がいいね。これマジでメイドインジャパン。フィリピンでメイドインジャパン買うってすごくない？すごい。福井県変わって、そう変わって、